はい。はい、ジョーダンとアレックスのいつもの2人が戻ってまいりました。我々も戻りたいと思います。 はい、こちらの配信はワールドオブタンクスの、公式大会公式リーグ戦 WGL アジアエーペックゴールドシリーズのシーズン2、本日よりシーズン2が開始されます。ウィーク1、1週目のデイ1ということで、本日は金曜日の夜ということで2試合を予定しております。はい、こちらの日本語配信、実況担当しておりますのは戦車おじさんこと T 名取、そして本日の解説フレッシュな2人です。シルバーのノーティーキッズで、キャプテンやってますキッドです。同じくシルバーのキッドさんのチームと同じでノーティーキッズのカメです。よろしくお願いします。はい、カメさんなんかは前回のクラン、ウォーキャンペーンですか、クランウォーキャンペーンでなんと結局最後は1位でしたっけ。そうですね、前回と前々回、そうですね、そうですね1位だ。はい、という、トーナメントだけではなくてクランウォーキャンペーンというクラン同士の対抗戦の最後の、順位ですよね。はい、1位というもうアジアサーバー内でクランウォーを行って1位というね、なんかコメントでは暇人ランキングっていうふうにそう言われてますけど、はい、動画ちなみに僕も250位とかに入れて戦車車両もティアテン車両もらえてたりしますが、大変ですよね、もう本当にあのクラウンキャンペーン一度始まっちゃうと。そうですね、そうもちろん1ヶ月は見通しで、そうですね、絶対まあやらなきゃ、毎晩こうみんなで集まって、うわーここ出撃だ出陣だ、うわーここ防衛だっていう、僕とかはこうね一兵卒で混ぜてもらってるだけで全然問題ない、僕はこう行けって言われたところに行きます行きますって言ってやってるだけなんですけど、クランの運営とかってすごい大変ですよね。こう、そう、そう、文化祭みたいな、そんな雰囲気が。文化祭っていう人は、すごい、張り切ってる人はもう張り切って。すごい張り切ってますよね。なんかもう、ティア6、ティア8、ティア10クランウォーズとどんどん順番で進化していくんですけど、ティア10の頃になるともうみんなもうボロボロになってますからね。大体。はい、はい。僕もね、ティア6、ティア8でかなり頑張って、なんとかなったみたいな感じで、ティア10はもう、なんか消化戦みたいな、そんな感じだったんですけど、ぜひね、皆さんもね、そのランダムマッチだと、集団戦っていうのは、ほとんど味わえないかな。こう、3人で小隊を組んで、初めてその3人のコンビネーションで、戦線をひっくり返していくっていう、ことが味わえるようになってきます。もちろん一人でも奇跡の戦場においては一人でも戦線をひっくり返してっていう楽しみっていうのはあるんですけど、やはりそれだとなんかチームで勝ったっていうよりは俺のおかげで勝ったんだぞみたいな思考になりがちなんですけどね、実はこうこのワールドオブタンクス基本的には15対15のチーム戦です。まあよく言われてることなんですけど1対29だろっていうこともよく、そう自分以外はダメだろうみたいなそんなこともやれるんですけど、基本的には味方のヒットポイントを使ってダメージを取ってでというそういうなんか使って使われる感覚っていうのをもうちょっと大事にしていきたい。でそれの一番だこう最たるものがこのトーナメントであって、あとはそのクラン王だったりするんですよね。ぜひね、こう、クラン所属してもないよとか、こう、集団、招待もあんまり組んだことないよっていう方はね、ぜひね、ウィキとか、あとは、公式のツイッターとかでクラン募集とかの
やってますよね、今。やってませんでしたよね、はい、確か。ぜひね、そういった情報を参考にね、自分に合ったクランっていうのを探していただいて、で、ぜひ、こう、集団戦の楽しさ、拠点戦ですよね。基本的に、まずはそう、拠点戦、ティア6の拠点戦で、腕を磨いて、それがティア8拠点戦、ティア10拠点戦、そしてたまにある中隊戦ですか、タンクカンパニーって言って、そうですね、はい、どんどん、この間イベントがあって、そうですね、どんどんイベントに参加して、もっともっとね、ワールド・オブ・タンクス楽しんでもらえたらなと、ランダムマッチだけだとね、ちょっとこう目標が 見つからなくなってしまうっていう、そんな瞬間もあるかもしれないんですけどね、チームバトルとか、チーム戦になるとね、もう、なんか同じ戦場二度と起こらないぐらいこう充実してますからね、ぜひぜひ招待戦、そしてね、どんどんステップアップして、もっともっとワールドオブタンクス楽しんでもらいたいなという、はい、さあ、はい、はい、僕らとしてはあのゲーム内のチームバトルが回っていると嬉しいんですけど、そうですよ ね、 そうですね、トーナメントチームからするとチームバトルですよね、 7対7のチームバトルでその集団戦の動きの訓練練習っていうのができればすごいいいかなっていう、はい、もうちょっとねこう運営というかなウォーゲーミングの中の人の方面でなんかチームバトルやると得点あるよみたいなのがあるといいんですけど、ね、そうですね、ちょっとイベントをやってくれると、嬉しいかなと思うんです、まあ、でもちょっとそのねイベントが大きなものになりすぎちゃうとまた、うん、なんかねいろいろと問題が発生してしまったりで難しいとは思うんですけどね、ティア10車両が取得できるってなってしまったりするとまたそこでなんか問題が起きてしまったりみたいなことが結構ありますからね、まあ、そうですけどもこの間中大戦のイベントもありましたし、そうですね、まあクラウォーズなんかはすごい、うん、あのウォーゲーミングを倒せってやつですよね、僕たちもね、僕たちも頑張ってウォーゲーミング倒したろって出張ってたんですけどね、マッチングせずに終わってしまったっていう悲しみを覚えました。はい。はい。ねえ、こう、日頃お世話になってるウォーゲーミングの皆さんに、どうしてもこの僕の愛あふれる玉をプレゼントしたい。僕の愛を受け取ってくれっていう、そんな感じで待ち構えてたんですけどね。お、始まるかな？はい。それでは、ワールドオブタンクスにおける日韓戦。B ゲーミング VS メルトダウン。メルトダウンはね、昔アジアナンバーワンだったチームのアレテから人数、人員を補充してたりして、またね韓国ナンバーワンの立場をより強固にしていこうという、そうですね、はい、なんか豪華なメンバーが帰ってきたというふうに聞きました。はい、もうびっくりですね、あれこのメンバーどっかで見たことある、あれ昔のトーナメント強かった頃のアレテ、そのゴールドバスになる前、あれですね、平気でいなくなったはずだったはずではみたいな、そんな感じだったんですけど、さあ見ていきましょう、メルトダウン CDC, CDC、ね、はい、シャスールでシャー、これはもうね、おそらくこれをなんだろう、縦にしてキャップをするのではないかっていうポイント、まあ、それがよくあるパターン、よくあるパターンで、はい、ついてはいるんですが、さあ見ていきましょう。 B ゲーミング、守りがまずは B ゲーミング、サモ選手 M バッジを全部全車両ゲットしようの M バッジ、サモ選手が 215B、T4 選手113、コリン選手、新加入のコリン選手が早速113でデビュー、そして、ウサシャンパワーってまた呼びにくい名前に変わってますね。キュンキュンパワー選手、もうトモッチって呼ぶぞ、シーズン前もうね、もうトモッチ、でもこれは北押しを呼んでか、あの町の方にはまだ車両送らずに、ね、送ってないですね、そうですね、北側に車両を置いてます、はい、さあ CDC を押しながらキャップに入るよと呼びますね、はい、そしてチルチルミチル選手のバッドチャット、おっと CDC はもうトーチ、はい、これ入れるんですかね、キャップに入れます、入れはします、ジオチュアと押せば入ります、しかしもう見られてるのはねしょうがないので、どうやって押していくかっていうのが見どころですね、しばらくはこのまま打ち合うんじゃないですか、バットチャットの球が尽きるくらいは、はい、そして、コンスタッキー選手に今シーズンから、カレンではなく B ゲーミングの篠崎選手、もうねすでに、ニューヨークのチャンピオンズランブルからもう
B ゲーミングとして活動しておりました、はい、ね、佐野選手と2人並ぶともうすごい髪型の2人が惹かれ合ってしまったのかっていう感じではあるんですけど、この前ね、こう正月、元旦に佐野選手と会ってきたんですけど、今でもこう頭の大ゲーミングカットっていうのは、ワールドオブタンクスカットっていうのは綺麗でしたね。いろいろとね、リーグに関して、そして M バッチチャレンジに関していろいろと2人で喋ってきました。さあキャップが進んでいきます。さあキャップ進んでいきますけどね、これね、迂闊に出ると4005にドッカーンと食らってしまうので、なかなか出れないんですよね、怖くて。そう、ね、榴弾、そう、コリン選手が榴弾を打ってるんですけど、これこうパスファインダー選手のね置き方、そしてシャシュルデシャーのイーブンフォールですか、イーブンフォールってあれですね、もっと荒れてるじゃないですか、確か。もう置き方が見事ですね。さあ篠崎選手が、おっと、これバットチャットを発見したかな、ラッシュ選手のバットチャットを発見しました。もう時間がないので北側の車両が上がるか、そうですね、北側から何とかしてこう突っ込むか、さあ、あと残り13秒、113T4 選手が壁となって、さあコリン選手が突っ込んだ、あーしかしすっ飛んだT4 選手、アモラックがすっ飛んだ、中国選手ならでは、あ、しかもキャップが切れない、キャップが切れない、あーっと B ゲーミング出だしからCDC 素晴らしい、見事でしたね、あのデカさ、ISM の頭の硬さですよね。そうですね、ティア8戦車でありながら車体が大きい、しかし足は速い、ティア8のプレミアムタンク、シャスルデチャー CDC、 フランスのミディアムタンク練習するならあれが一番だよみたいな感じでよく言われる、足が速くて俯角が取れて走行がないもう本当になんか中戦車の見本みたいな戦車なんですけど、こういう使い方、ルインベルクの北側キャップに入るためのこう壁にする、勝つためなら何でもしていいんです、はい、味方の、味方の車体を壁にキャップを進めていくという。そして4005、はい、切れなかったですね、コリン選手切れるかと思ったんですけどね、北側を押してくるときを予想したときの対応策として、あの何ですか、あの家よりさらに西側の、まあ、自走砲がよく入っているのがですか、そうですね、あそこに車両を1枚隠しておくっていうのがよくありますけど、まあ、今回は榴弾で切れると踏んだ、あんまりそのなんだろう、ポケットに1枚最初から隠しておくということはせずに、普通に対処しようとしたらこうそのまま持ってかれてしまった、まあ、T4 選手がやっぱり横断中にすごい勢いでこうダメージ取られてしまったっていうのがちょっと大きかったのかもしれないですね。これですね、このシーン見ていきましょう。よく見ていただけると分かると思うんですけど、このイーブンフォール選手の車体で完全に IS7 が隠れてるんですよね。イーブンフォール選手、これ本当は砲塔もあんまり動かしたくなかったのかな、それともこれ意図があって、方針をきっちり下に向けてるから、そのあの、そうですね、当たりよりこう狙われづらくしてますね、これ。そうですね、死骸の方針に当たっちゃって、榴弾が吸われるみたいな感じ、ね、そうですね、榴弾って実は当たり 範囲が結構でかくて、狭いところを狙ったりすると、なかなかね、その弾道計算上、上の方に当たったり、下の方にずれたりっていうのがよくあるんで、細いところを榴弾で狙うっていうのは、実は難しい技術だったりするんですよ。やっぱりそういうところまできっちりと詰めた上で、ああいう置き方をするっていう、キャップが成立したのでダメージっていうのは全然出てないですね、はい。これね、ロシアのトップチームでもやられるとすごくこう対処に困るっていう、そうなんですよ、コメントでありますけど、決まるとあっという間に決まってしまうんでね。見てください、このスタッツ。
もう半分以下ゼロダメージ、そう、ゼロダメージっていう。で、コリン選手11発打って、1発も通ってないっていう。どれだけこう、あの隙間通すのが難しいのかっていうのがちょっと伺えますね。こう、もっともっとキャップって簡単に切れるんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないですけど、なかなかね、あれが切れないんですよ、実は。そうですね、切れなかった。昔ね、ルインベルグでね、マウスを使ってキャップをする方法っていうのが結構流行りましたよね。一瞬だけでしたけど。こっち側かな？ここをずんどこずんどこマウスに進まして、こっちの画面にこうポケットを作って、そこにライトタンクを入れて、完全にカバーしながらキャップしてしまおうっていう。そうですね。まあ、ライトを隠すというよりは、まあ、ああいう感じで CDC とか、壁になる車両を捨てて I7 で入る。そうですね、はい。最近だともうこっち側ですよね。こっち側に壁を作ってきっちりとガードする。ここでガードする方法っていうのは、車両をたくさん使った上にこっち側からの守りが手薄になってしまうんですよね。で、1台でガードしてキャップする方法を使うとどういうことが起こるかっていうと、こっち側で相手の車両を防ぐこともできるっていう。相手がこっち1ラインを使ってね、後ろからキャップを切るのを防ぐことができるという、そういう利点があったりするので、最近だと少ない車両で壁を作ってキャップっていう方法っていうのが、どうでしょう、これから流行るんでしょうか。こう種が割れるとね、ここにね、あらかじめ1両隠しておいてっていう、ここからいくらでも切ってやろうっていうことも、そこを倒すには、あの英語の56の方の家の方まで走っていかないとダメなんで、そうですね、はい、そこまで行くまでにそのキャップをするためにとんでもない出血を強いてしまおうっていう動かし方っていうのもあるんですけど、ここですね、ここを、ただそこは入ってしまうと動けなくなるので、はい、ここに一回入ってしまうとどういうことが起こるかっていうと、敵が普通にこっち側に攻めてきた場合、対処手段なくなるんですよね。そうです、 CDC が入ってるからといって、そうなんですよ、まあ、絶対行きたい側とは言い切れない。最初からなんか長反爆地をするかって言われたらしないよねっていう難しいところであるんですが、さあ見ていきましょう。 B ゲーミング VS メルトダウン2戦目、赤チーム今度は、ま、攻め側の B ゲーミング、 IS7 が2台にバッドチャットが4枚、そして251というかなり早めの編成、それに対してメルトダウン、113が1枚 50B、 そしてグリレ5051が1枚、バッドチャットが2枚、54ライトウェイトが1枚という編成。おっと、いきなりタッキー選手のバッドチャットが落とされてしまった。すごいフォーカスだぞ。何が起こったんだ、タッキー選手。 TVP に多分見つかったんですかね。おそらくはそうですね。あっという間のフォーカスで1台落とされてしまった。バッティアテン1枚があっという間に落とされてしまうという、この状況っていうのはすごい厳しいですね。これもあれなんですね、グリレのやっぱり ワンパン750火力があると瞬間的にね、ミディアムタンク飛んだりしますので、いやー、イーブンフォール選手久々にトーナメント戻ってきたなっていう感じかな。なかなか54ライトは倒せませんね。そうですね、ようやっと倒せましたけど、ちょっとパスファインダーにもダメージは入ってはいるんですけど、バットちょっと1枚重いですね。ただまだそこまで悪いことですよ。そうですね、まだまだ、うん、悪くはない状況です。西戸ラッシュ選手とハポネス選手が当たるかな。バッチャーが当たります。これバッチャーをね、こう閉じ込めて圧倒してしまうことができればすごいいいんですが、ラッシュ選手これ街中一人で進んでるんですけど大丈夫ですかね。1台センターで発見しました。おっと、これ両者ともに見合った。ハポネス選手とラッシュ選手が街の中で見合う。これラッシュ選手は逃げますよね一旦。どう、いやー、まだわからないですね。小競り合いが続いているような感じですか。
球は飛んでいませんが、さあしっかりとゼロラインのポジションをキープした、B ゲーミングですが、ここからじゃあどうやって前に詰めていくか。篠崎キッド選手をキャップに入れましたね。篠崎選手をキャップに入れることで相手の動きを誘発するっていうそういう感じですね。はい、先ほどね、B ゲーミングって今誰が指揮してるのっていう話が出てましたが、B ゲーミングは分担制でマップごとに指揮官が変わるシステムを取ってるとのことです。はい、全マップ 3,4 人で指揮を回してるよみたいな話を聞いたことがあります。さあ、これはキャップをどうやって切るのか。そうですね、篠崎キッド選手のキャップをじゃあどうやって切るのか。このサモ選手がポケットに入ってるんですけど、このポジションというのがとんでもなく強いんですね。このサモ選手のポジションからこうキャップを切るためにはサモ選手をどうにかして動かさなきゃいけない、サモ選手を倒さなきゃいけない、そういった側面があるんですけど、センターからラッシュ選手ですね、あとバイストーン選手も加わって、バットチャットで、そうですね、2枚で倒した、カットしてキャップをカットしていきましたが、しかしその代償はバイストーン選手のバットチャット、キャップカットはできず。さあラッシュ選手が後ろから顔を出して、これサモ選手ですね、サモ選手を、あーすごいですね、窓抜きしましたか。ちゃんすごい、すごい瞬間的に窓抜きしてきましたね。篠崎選手のキャップは潰されてしまいましたが、しかしティアテン1枚、持っていけたのはいい子よかったのではないでしょうか。そして、ハポネス選手がかなり街の中のいいポジションを取っているので、もうちょっとこのラッシュ選手のバットチャットは逃げるに逃げれないっていうそういう状況じゃないですかね。あでもハポネス選手リロード、リロード入ってましたね。はい、さあハポネス選手がリロード中ということでラッシュ選手に追われているのか。フォローが入る、フォローが入ったのを見越してラッシュ選手は途中で止まって戻ってきますね。ここら辺本当にいやらしいですよね、動きが。余計な球は受けないもらわないっていう。バッチャがもう1枚街中入ってる。そうですね、 あとバッチャ2枚でこれ裏に回りますか。車両的に町の方の車両キャップ切りにちょっと強気に行きにくい。そうですね。おっとここでまた、キャップに入れていったのは今度は、これ友知選手ですか。友知選手をキャップに入れて、おそらくメルトダウンに来いよと、出てキャップ切りに来てみろよっていう風にもう動かしてますね。これ以上ヒットポイントを失ってしまうと、もうちょっとメルトダウンとしてはもうどうにもならないので、行くとしたらもう全員で一斉の背で飛び出そうやっていう感じにはなるでしょうけど、ゼロラインの一番道の端っこ側から上がればバッチャからの車線が通らないので。そうですね。しかしこれコリン選手がバットチャットラッシュ選手発見しましたね。発見もしたし発見もされたしっていったところでしょうか。おそらくはTVB と 50B が動いてきましたね。そうですね、一気に真ん中バッチャも出します、ね、これは、一気に来るのでは相手が上がってくるんじゃないかと予想して。そうですね、バッチャを少し上げました。そして、町のセンターまで、おっと 50B が突っ込んでいった。ピンクピグ選手の 50B が上がっていった。コリン選手が一方的に打たれて、やられてしまったか。いやここら辺はやっぱりさすがメルトダウンといったところか、旧アレテのメンバーもきっちりともう噛み漁ってますね。しかしここでハポネス選手が、おっと
チルチル選手の 50B が、バットチャットがきっちりと撃破。残りはパスファインダーとラッシュ選手だけ。さあ、残り時間もないので一気に場所を詰めていく。さあ、してパスファインダーを佐野選手が撃破。メルトダ側はもう逃げて時間を稼ぐしかない。そうですね、逃げて時間を稼ぐしかない。といったところなんですが、さあ、ラッシュ選手がどういうふうに動いてくるのか。これは3キャップにして一気に時計を進めます。で、近づいてきたところをフォーカスして一気に倒そうというところか、うん、さあフォーカスが入っていく。佐野選手が体でブロックをしつつリロードを待つ。さあきっちりとチルチル選手が最後ラスト取っていった。ルインベルグは1対1で折り返した。いやー、手に愛さ握りますね。これ最初のちょっと負け方からこう大丈夫かと思ったんですけど、きっちりと取り返してきましたね。そうですね、ルインは防衛有利かと思うんですが、まあ、お互い攻めですね。そうですね、はい、お互い攻めで取り合う試合展開となりました。はい、どうでしょう、今の試合、先ほどの1戦目と違ってすごいこうじっとりとした動きになりましたね。最初 B ゲーミングのバットチャットを1枚飛んだ時どうなるかと思ったんですけど、なんとかなりましたね。そうですね、まあポジションが取れたので、うん、バットチャット1枚飛ばしてもいいから、ともかくゼロラインを占領したいというゼロラインを占領したいという B ゲーミングの強い意志が見られましたね。ティア点1枚失ってもいいから、ともかく K0 に来たライトタンクは潰すっていう。はい、ちょっとマップ出してみましょうか。あ、それとメルトダウンの方は結構軽い車両を入れてたので、まあ、街のところから強気には切りに行けずに、うん、なんていうか建物、家のところから強気に行けずに、そうですね、でもなんていうんですか、西の街の方も取れずという感じで、難しかったですね。まあ、ちょっとそうですね、このキャップを切りに行ける場所がちょっとなかった。そうですね、この道路から南に出れることっていうのがそうそうなかったですね。スタッツ出てますか。ちょっとスタッツ。アイセブすごいですね。そうですね。佐野選手が4500ダメージ。いいポジションが取れたっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱり軽い車両ばっかりだったっていうことで、うん、きっちりとダメージを取っていったっていう。そして、タッキー選手が本当に何があったんだっていうぐらいフォーカスが集中して一気に飛んでしまいましたね。おそらくなんですが、メルトダウンはもう B ゲーミングが南突っ込んでくるよっていうのを分かってたかのように、もう場所を取って、もうともかく見えた車両にフォーカス、見えて危険な車両からフォーカスだっていうことで一気にぶち当てていきましたよね。いやー、本当にね、バットチャット見えるの一瞬で、そこから狙ってっていうのはすごく難しいんですけど、タッキー選手が飛んだのってここら辺でしたっけ。そうですね、うん、ここの多分54ライトに使って、そうですね、ここにいた UVP とグリレとに一気に、そうですね、に一気にフォーカス食らって、飛ばされてしまいましたよね。いやー、びっくりしました。やっぱりその分ここに見えたのもそれなりのアドバンテージは取れてたので、そうですね、パスファインダーの、パスファインダーの113にかなりのダメージが入ってましたよね。それが良かったとは思うんですけど、まあ、ティア8車両1台とティア10車両1台に停滞ダメージを与えることができたということ で、難しいところですが、こうなんか引き算的には五分五分だったみたいな、そんな感じですね。あとバットチャットの数が少なかったので、なかなかこう街側からちょっかいをかけるっていうことも
できなかったですね、メルトダウンは。うまいこと2枚残ったバッドチャットが街の中で牽制をし合ってましたよね。そしてキャップに車両を入れて相手を引きずり出してはダメージを取るという動きを繰り返して相手のヒットポイントっていうのを効果的に削っていきましたよね、うん、打ち合いに行けるのが113ぐらいだったんです。そうですね、前それはなんかすごい早い段階で削れてたので、うん、どこで削れたかまでは見てなかった。削れたのは、そう、最初ですね、チッチさん、結構前まで出た、ここまで多分出ちゃったんでしょ。で、フォーカス一気に食らって引かざるを得なくなっちゃった。そう、うん、やはりバットチャットが3枚いるっていう時点であまりこう、ね、強気を見せてしまうと一気に飛ばされかねないということで、やっぱり慎重にはなりますよね。1枚は運よく飛ばせたっていうところではあったんですけど、今の映ってなかったみたいなんで、あ、失礼しました。ちょっとマップ出しましょう。TT さんが、一番東側の町の、はい、町で家のところを、ここですね、前の方まで出た、はい、ここら辺まで113が出てしまってたんですよね、最初。それで思いっきりフォーカスを食らってしまって下がらざるを得なかった。ずっとここにいましたね、113。そうで、もうキャップ踏まれてどうしようもないという段階になって 50B から先にこのここに入っていったっていう、うん、でもここに入っていったら、はい、ここに2枚はこう動いてきたバットチャットのに的になってしまうんですよね。だからなるべく、まあ、前にも出れず、その前に1回、ここからバッチャー彼車両でキャップを切りに行った時もまあフォーカスがあって、はい、うまくいかずに感じです。なので、今のはこうキャップ繰り返すことでメルトダウンにかなりプレッシャーをかけ続けていくことができたっていうところですね。おっと、ヒメルズドルフ、面白い車両が出てますよ。バッフエントレーが4号、気になりますね。どういう使い方をして気になりますね。はい、まあ、西側のロングの車線を通すのかなと思いますけど、はい、ちなみに、今日に関しては、ね、素敵な商品があるかないかちょっとまだこちらに情報が届いてないのでわからないんですが、ね、ぜひ、ね、この試合の感想とかね、こう WGLA パックをつけてつぶやいて素敵な商品が、ね、かなり前に出て守りますよ。おっと、前に出て守っているB ゲーミング、素敵な商品あるかもしれないのでね、ぜひつぶやく人はつぶやいてもいいのよという形で、はい、さあ一気に丘を駆け下っていくメルトダウンに対して、さあ有効的に守ることができるのか B ゲーミング。気づいたら0ラインから8ラインに相手が侵入してきて、おっと T4 選手の113がもう囲まれてしまった。さあ一気に沈められてしまいましたね。これは相手早いですよ。しかしパスファイナー選手の113も取れているので、ちょっと痛いが痛み分けぐらいの感覚ですかね。いや、しかしすごいダメージレースが始まってしまっています。さあ、E100 も両サイドから打たれていたのを一旦引いて戻すことができて、あっと 50B に大ダメージ。50B 燃えちゃいましたね。トーチですか。さあ、1114が飛び出していったところに E100 が刺さるか。E100 刺さった。さあハポネス選手の E100 が再度一発当てることができるか。さあきっちりとラッシュ 50B を倒していく。さあ、あっとグリレの一発、重い一発をもらってしまった。気づいたら B ゲーミング2両メルトダウン4両という結果に。これはともかく速攻でしたね、はい、ね、今度はね、もしかしたらこう宣伝してもらった方からももしかしたら
ね、こう商品が届く範囲っていうのを広げられるかもしれないので、ね、ぜひぜひね配信の宣伝そしてコメント等期待しておりますので、ガンガンつぶやいてみてください。あーっときっちりやってますね。きっちりあのタイミングでよく当てますね。そしての有り余るヒットポイントを生かして、タッキー選手も撃破されてしまった。いやーすごいタイミングですね。あーっときっちりとグリレが出ていった。いやーおそらくなんですがヒメルズ、ちょっと待ってくださいね、マップの方をヒメルズに合わせましょう。最初ね、こうツイッターのキャンペーンのことを言っていたら、いつの間にかなんか試合がすごい勢いで進行していました。失礼いたしました。はい、じゃあちょっとマップ出しましたので軽く見ていくと、 T4 選手がここにいたんですよね。ここでまず8ラインを見ていこうと、抑えていこうと、頭を抑えていこうとしたんですが、メルトダウン何をすごい速攻でしたね。ゼロラインをすごい勢いでヘビータンクが下っていって、もうほぼノンストップでこう曲がっていきましたよね。そうですね。でともかく8ラインは、はい、8ライン上がっていった時に、まあ、相手があのこっちの前に出て守ってきてるっていうのが見えたんで、あここにも車両がいましたね。そうですね、ここの車両からも多分相手の車両がだいぶ見えたんで、逆にまあ8ラインを押される前に今岡部の車両を下ろしてしまうってことで。そうですね、おそらくなんですが、あちょっとスタッツ出たのでスタッツの方を見ていきましょうか。もちろんそのグリレがねとんでもないダメージ叩き出してます。6発で3600、1発600ちょいですか。ちょっと下引いてるなっていうのもあるんですけども、キルが1個取ってるから その分撃破ダメージがあるので、だからもうほぼフルフルでダメージ出してるっていう見て問題なさそうですね、これね。そして 50B もぶん回ってるので、これはちょっと厳しいなっていう、スタッツから見てもギゲミング厳しいなっていう印象ですね。やはり新シーズンにかけるメルトダウンの意気込みっていうのは、トッププレイヤーをねチームに引き込んだことも相まってかなり高い意識持って来てるのではないでしょうか。特に B ゲーミングに対しては確かオーストラリアのオフライン大会で、そうですね、最後の最後で逆転されて負けて、でこうサモス選手にも聞いたんですけど、メルトダウンの選手大泣きしてたっていう、悔しくてっていう話を聞いて、ああ彼らはガチなんだなと、真剣なんだなと。そしてこう試合終わった後 B ゲーミングの選手にこうニューヨークで頑張ってこいよと声をかけられたらしくて、なかなかいい話だなっていう、はいことでした。だからね、メルトダウンもどこまで強くなるのかちょっと楽しみですよね。ただこうカレンと B ゲーミングには負けてもらいたくないっていう、なかなかね、なかなかね難しい。でもやっぱりメルトダウン若いだけあって、これから強くなって、そして兵役明けた選手も戻ってきたということもあって、バランスの取れたより固いチームになっていくんじゃないですかね。ちょっと強敵が一つ増えたなっていう感じですね。はい、といったところでね、これさっきの試合の説明に戻ると、もうすごい勢いでまずここを制圧してしまおうという、このラインを制圧してしまおうというメルトダウンが早く動きを見せました。そして B ゲーミングがかなり南に寄ってたんですよね。南に寄って守っていたので、こちら側を取られてしまったと。で逆側からこう対処しに行かなくなった B ゲーミングに対して、より早い位置でメルトダウンが対応していたっていう、何しろここの
T4 選手を倒すまでがとんでもなく早かったですね。ここに入れてきたんですけど、まあ、そう間に合わなかったですね。そうですね。で、バットチャットとバットチャット AP がここ入ってきて、囲まれちゃって、その4号が浮いちゃってる形になっちゃったっていう。ね、そうですね。難しいんですよね。その4005もそうなんですけど、その、軽い車両で、走行の軽い車両を、じゃあ、混戦の中に入れ込むとどういうことが起こるかっていうと、瞬間的にすっ飛ばされて終わるっていう、火力を発揮する前に終わらせられちゃうんですよね。さあ次の試合どうなりますでしょうか。 B ゲーミング VS メルトダウン。さあ試合の方始まっております。青チーム守りますのはメルトダウン、赤チーム攻めるのは B ゲーミング。見ていきましょう。さあこれはメルトダウンも東側に前に出て守ります。8ラインダッシュっていうのを完全にこう止めに行きたい、そういった意図っていうのが伺える出方をしてますね。これ車両が見えるまではあれなんですよね。1ラインに思いっきり振るっていうのも難しいんですよね。相手がどういった形で防衛してるかっていうのはなかなか予想がつかない。そして1両だけでねこう見てこいカルロなんてやるとね、その1両二度と帰ってこなかったりしますからね。さああとここの1ラインにバイストーンが1枚だけ隠れてますね。もし1キャップに入ったとしてもこれでなんとか時間稼ぎができるよという、そういったところでしょうか。1390下ろしましたね、丘から。丘から戻したんですけど、これを南に行かせるのかな。どうでしょう、南に見かせて、しかしメルトダウンも同時に動かしてますね。これ南でガツンって当たる可能性っていうのももちろんあるんですけど、バットチャット2枚だとね、右足早いですからね。バットとバット AP ですか。おそらく視界取れるところで止まると思います。そうですね、きっちりと南で、南の警戒ラインで止まりましたね。あとラッシュ選手、それでももうちょっと見に行くのか、かなり勇敢ですね。これは見え見えてないですね。見えない見えてないですね。ちょっとこう布陣が見えないのですごい慎重な動き方をしてますね。さあチルチル選手が窓から顔を出して5ラインにいるかどうかっていう確認をしましたね。見えましたね。そうですね、今ラッシュ選手が発見しましたね、ここにいるぞと。ここね G ラインなんで発見できるかっていうと、建物の隙間にねちょっとした隙間があるんですよね。弾は通しにくいけど視界は通るよっていう隙間があって、そこからちょっと覗くと G ラインが丸見えになるっていう、このテクニック。だから近い隙間に近い方は普通に弾通せるんで、バット AP かな、バットかな、バットの方からは、通せるっちゃ通せます。そうですね。ところがもう5ラインとか6ラインからじゃあ 1,2 ラインに対して球を通そうと思うととんでもなく難しいっていう、だから見たもん勝ちなんですよね。このテクニックね結構ヒメルズドルフで使えるので、ぜひねヒメルズドルフこうライトタンクとかミディアムタンクで丘の上もちょっと出番なさそうだなと思ったら 1,2,3 ラインからねこう相手の弱いところを突くという動かし方っていうのもぜひぜひね皆さん使ってみてはいかがでしょうか。僕もねこう速い車両で、これ8ラインは上がりません。あ、上がりますか。これさっきの逆パターンいきますか。しかし佐野選手ちょっと止まりましたね。さすがにここをこの通行量なしでくぐり抜けられるかどうか。あっといった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 、おーノーダメージですね。すり抜けましたね。これね見てる方もドキドキしますね。こうでかいの食らったらどうしよう、でかいの食らったらどうしようって思いながら、こうあっとここで 50B 見えました。あっと一発外してしまったか。
おっと、パスバインダー選手、ここ穴の中に埋め込みましたか。これきっちりと早めに倒しておきたい。おっと、きっちりと球を抜いていく。さあ 50B に、あっとラッシュ選手のバットチャー、あ、一気にこれ混んできましたか。パスファインダー選手の113をおとりにして一気に囲んでいきますね。これあれでも見た、 NA でも見た。このつい先日行われた NA のエクリプス戦かなんかで、あのポスあれですね、穴の中にクランバグに入れてましたね。うん、完全におとりとして1枚使って、それに気を取られてる間に周りから囲んで倒してしまおうという、本当にゴキブリホイホイって言ってしまっては言い方あれなのかもしれないですけど、そういうなんか使い方してきましたね。しかしこれ 50B リロード入ってるからまだ分かんないか。あ、でも113が、お岡上に見てた3枚が、そうですね、参加するのが遅れたんで、ちょっと集合遅れた分、あー、しかも今ヒートが車に座れた感じが、これはきつい。さあバイストーン選手がちまちまと球を打ってきっちりと撃破。うん、はい、うん、レフトダウンの判断すごく早いですね。早かったですね。はい、マップを先出していきましょう。先ほどの T4 選手はここにいて、でここの建物にヘビータンクが1台だけ入れるぐらいの縦穴が開いてるんですよね。そこにすっぽりと入ることで側面から撃たれないで正面から当たる。で正面から当たると、まあ硬い車両は結構弾弾いたりして、すごくここで時間が稼げるんですよね。そこは隠れられていると上がってみるので見えないんで。そうですね。で、パスここ8ラインを上がってきた B ゲームの選手たちはここにこう1人だけいるパスファインダー選手を見つけて、うん、お、浮いてるやん、倒さなって言って慌てて倒しに弾を使いますよね。そうした瞬間に罠でした。そう、メルトダウンの選手はもうここら辺とかにこう伏せてて、 50B ですね、50B がいて、はい、ここにもいましたね、ここにもいましたね、ここら辺にもいたのかな。空来たっていう勢いでここのパスファインダーにかかってた選手に対してすごい勢いで集まっていきましたよね。 そしてこうパスファインダー選手も生き残る、結局は生き残る。で他の選手たちもこう生き残る。でやられたのはビーゲーミングの選手たちだけみたいな、そういう状況というのを作り出しましたね。本当はビーゲーミングも先ほどの試合で同じことをやりたかったのかもしれないですけど、それをさせないぐらい T4 選手にフォーカスが早かったですよね。もう丘上に車両を残さず全量丘から下げたメルトダウンとちょっと合流が遅れたビーゲーミングの差だったかもしれないですね。やっぱりその集まってくるのがまあちょっと早いですね。はい、あのメルトガンの方はどうしても先に囲んでっていう形になるので。そうですね。いやー、メルトダウンが硬くなって戻ってきてしまったっていう感じですね。なんか昔のこうアレテを見てるかのような感じで、締めるところは締めて突っ込むところは一気に突っ込んできてっていう、一番なんか帰ってほし来て欲しくなかったチームが帰ってきちゃったなみたいな、そんな強さをなんか見せられてるような気がしますね。その頃こうアジアといえばティームエフィシエンシーアレテ、そしてカレンティーガーの前シャロットティーガーですかが、こう三つどもえでこうすごい争ってた頃の話なんですけど、いやー懐かしいですね。はい、こうね、ヒメルズドルフって結構なんか好きなポジションとかってあると思うんですよ。こう俺だったらここ行くここ行くっていうのが、こうお二人にはありますか、ここが好きみたいな。僕はヘビーだったら
はい、この IS7 でのここが好きです。もう定番ですよね。南スタートだったらこう南スタートでここのひたすら弾けるんで、瓦礫の後ろから砲塔だけ出してウェイバーンウェイバーンみたいな感じでこう相手からの弾は全部弾くみたいな。はい、まあ、僕はまあこの中央のあと窓だったりとか 窓が好きですか。そうですね、まあ、相手側のこの中央のとこ下に来てる車両が見えたりだったりとか、まあ、後ろの車両が開幕見えるようなところ。そうですね、僕もこう実は亀さんと同じで、まあ、4005に結構乗ってることが多かったりするんですけど、やっぱりこの8ラインですよね。8ラインのこの部分が好きみたいな。もちろんミディアムタンクとかで頭固い車両だったりするとこもう丘上来てみたりするときはあるんですけど ね、やっぱり乗る車両に応じてこうヘビータンクならここみたいなこう定番ポジションってありますよね。もう俺のこの戦車ならここが一番うまく輝けるんだとか、俺のこの戦車はここで一番うまく扱えるんだみたいなところはありますよね。大概こうね、なんかここら辺渋滞を起こしてごっちゃごちゃになって、うわ邪魔だみたいなことになったりするんですけどね。もうここ俺一人でいいから岡上でも行っとけよみたいな、そうね言いたくなる時もあったりするんですけどね。あれですよね、木を見てこう突っ込んでいく瞬間とかたまらないですよね。そうですね、ガンガン弾きながら進めちゃうんで、うん、ヘビーだったら楽しいですよね、ここのアップは。そうですね、このルートね、こう直線に見えてて、実はこういろんなところにこう小山ができてて、身をねちょこっとこう隠しながらこうじりじりと前に進んでいってね、ここに着いた時にこことかに車両が溜まってたりするともういらっしゃいって感じになりますよね。もう好き放題、打ち放題タイムみたいな感じで、うん、はい、まああんまりもたもたしてるとなんか他の戦線が総崩れ起こしたりすることもあるんで、なるべく自分の担当してるところはトップティアだったらがっつりガッツン行きたいですよね。前は僕は結構丘に登っていることが多かったんですが、うん、まあ、なかなか丘に来る枚数が見えなくて、そうですよね、一人で丘行ったって、そう、まあ、難しいですよね。一回丘に登ってしまう、登って張り付いてしまうと境なくなると、うん、ね、こことかね、ここにもお互いが張り付いちゃう、こことか、そう張り付いちゃうとダメージも取れずにこうじりじりとする展開になってしまって、で気づいたら囲まれてたみたいな、こうひどい状態。だから最近は結構下にいて、うん、様子を見ても西側を取り切るような感じがする、うん、そうですね、こうまずは丘の上に何両行くのかっていうのをうまく見定めて、丘の上押しそうだったら丘の上、それともこうねこう丘の上完全に捨てて勝負、下で勝負つけられるんだったら下っていう、そういうなんか戦術眼みたいなものもこのマップって必要になってくるんですよね。どのタイミング西側も車両によっては一気に開幕から取り切れる場合、そうですね、足の速くてこうなオートローダーとかだったりすると このラインブワーって上がるだけで制圧できたりしますからね。ここ招待3両全部でこう、そうですね、結構やってくる人いますね、そうですよね、ここまで取れたら勝ちだろうみたいな、そういう動き方してくるときありますもんね。ぜひね、皆さんもマップごとに自分の得意な動き方っていうのをね、ぜひぜひこう試してみてください。こうマップ違うところ行ったら違うところの戦い方がね あったりするんで、すごいなんか新鮮だったり、あとね自分が一段階なんかラベル上がったかなみたいなのも実感できるかもしれないです。はい、ちょっと違う動き方できるようになったかみたいなね、ぜひとも活躍してください。さあ次のマップはマインズですね。はい、ディフェンス側が B ゲーミングが、え、またこうあれですか、こう色違いますか。はい、あ、リクサムさん出ました。大丈夫ですか、リクサムさん出てますね。さあ赤チームディフェンス側の、B ゲーミング、それに対して青チームメルトダウン、これ両、あっと B ゲーミング完全に丘上捨てて防衛戦術を取ってますね。でメルトダウンも最初に丘には登らず、一気にこう 1,2,3 ラインを南に攻め下るかのような動きを見せていましたが、相手のディフェンスが固いと見て一気にポジションを変えてきましたね。これはすごい動きですよ。
T49 がいいポジション入っているので、うん、バイストーン選手は見つかってしまいそうですね。バイストーン選手が見つかると見てるのはリクサム選手と T4 選手ですか。さあ致命傷を与えることができるのか、それとも、あ、バイストーン見つかりましたね。一発食らいました、うん、これで足止まっちゃいましたね。これでよかゼロラインに登るのを阻止してますよね。さあしかし丘上を完全に取られてしまっているので、チルチル選手がどこにいるのかっていうのも逆ターンでバレてしまう可能性っていうのもあるんですが、ブラインドショット入れてますね。入れてますね。怖いですね、うん、当たりそうだな。うん、これねチルチル選手のポジションって結構定番ポジだったりするんで、いやすごい勢いでこうすごいですね、白煙が上がってますね。ものすごい量ですね。これ怖いですよ。もうそこかそこか、うん、ここかなみたいな、そんな感じでこうプスプスやられてる感じですからね。でこう時々間違えたかなって言ってビキビキ来ちゃうんですよね。はい、そうならないように。さあ 1,2 ラインの戦闘は発生せずですか。あとラッシュ選手、これ北側の山登りをそう見てるのか。いやそんなことはない。チルチル選手の4球はまだまだ北を警戒している。ブラスト選手が南から打たれてダメージを負う。これラッシュ選手とか、これはあれかな、北側の丘登りかなでしょうね。まずは T4 選手の位置っていうのをうまいことなんとか動かしたい、そう思ってのことだとは思うんですが、いやチルチル選手いいですね。岩の後ろできっちりと視界を、丘の上の視界を隠しながら北側だけを覗いています。まあ、この T4 級をどかせないと、そうですね、登るのは厳しい、うん、さあ T4 選手の113は見られてはいるんだが打てない、打てない、打ち込めない状況。あとイーブンフォール選手、ま、山登りルートを乗りましたか。登ってますね。しかしそのルートだとスピードが足りないんだが大丈夫か。そうですね、ここ何回も失敗して、うん、めっちゃ怒られました。あっと燃えちゃいましたね。しかもトーチ T4 級、これは大きい。ただ4級落とせたので、4級落とせたのはいいんですが、そのためにイーブンフォール選手がとんでもないダメージを負ってしまった。1000ダメージ、1000超えダメージプラストーチで一気に体力9割持ってかれましたか。これは痛い。うん、まあ、ただ生き残ってるだけでまだ価値は、そうですね、ヒットポイントが1でも残ってればその戦車には価値があります。弾は飛ばせますから。もう一回登りますね、うん、で東側に結構車両が見えたので西側ちょっと上がりました。そうですね、ラッシュ選手の山登りは成功。ここでリクサム選手をまずはどかしていきたい。しかしリクサム選手ももうとっとと移動を開始してしまっているか。これまだ動いてる。なんと若干もう下がってますね。さあラッシュ選手は山登りに成功。しかし残り時間4分なので、うん、結構これね急がないといけないタイミングではあるんですけど、さあイーブンフォール選手は北側を除いて北側でまずは後ろから回り込まれることのないよといったところでしょうか。これねもう手段としては1キャップ決めていく
ぐらいしかないのかな。ただ時間がそれを許すか許さないかといったところでしょうか。まだちょっと悩んでるように。さあしかしもうちょっとね、時間の方残り3分30秒を切ろうというタイミングで、あんまりもう迷ってる時間ってないですよね。もうそろそろですよ、そろそろ動かないと時間切れですよね。東が上がってくるのを呼んで、ちょっとそっちに東、ああそうですね、東ラッシュ来ますね。真ん中と東中央から曲がります。まずリクサム選手にフォーカス当てていく。わあ、瞬間的にリクサム選手のヒットポイントは消えていく。何もできずに1枚落とされてしまった。さあ次の目標は T4 選手か。 T4 選手に一気に襲いかかっていく。さあここも T50-51 が2枚で待ち構えて、タッキー選手にフォーカス当てていく。しかし TVP はリロードですねこれ、TVP リロード入っちまいましたか。これでハポネス選手とか合わせて、取っていきます。しかしそれまでに食らっているダメージの量がかなり大きい。あ、しかしハポネス選手、見逃さずに1枚落としていった。さあイーブンフォール選手が北側から襲いかかるぞ。ここそうですね、フルヘルスのバッチャットがまだ生きてるんで、お、バット AP 落とせましたね。そうですね、まだまだこれわからないですよ。さあしかし、あ、これはあっとグリレガヤ、この外してしまった。この一発の外しはもうでかい。あー、この今の外しはでかかったですね。これ当たってた、当ててたでしょ、ちょっと削りながら。そうですね、まあちょっと東側をさっくり上がられてしまったので、そう、ちょっと難しい判断になってしまいましたね。はい、マップの方ちょっと変えていきましょう。マインズ、マインズ、よいしょ。はい、これね、確かこんな感じでしたよね、途中まで。いや、抹茶がもう一枚で、ヘビータンクがこことここ、はい、こう完全にこう突っ込んでくるのを抑えるための布陣なんですよね、これ完全に。これここに陣取られて、ここまで奥に入られるのを防ぎたい。そしてこの T49 とこの113 2枚でここのラインは阻止できるっていう風に踏んでたんでしょうね。そう、はい、実際のところこのチューツリミツル選手っていうのがすごい刺さってて、相手の車両に対してかなり有効的に動いてたんですけどね。4球が落ちるまでは、東側を抑えれてましたからね。抑えれてたんですが、このチルチルミツル選手が落とされてから相手の動きが始まった。まずこのルートで突っ込む一段と、このルートで突っ込む一段、そして最初のターゲットになってしまったのはここの1一段、リクサム選手ですね。このリクサム選手が瞬間的にフォーカスを受けて何もできないまま倒されてしまって、次はこちらの T4 選手の1一段、この2枚が倒されてしまったことでもうちょっと、その時に一時様は後ろまで下げてたんで、下げてましたよね。おそらくはそのキャップ戦っていう、キャップの持久戦っていうのを見てたと思うんですけど、こうメルトダウンの選手の進行スピードがちょっと読み切れてなかった感じですよね。早すぎっていう、バッチャが多かったので、キャップは後ろ側でも回られてしまうんで、まあどっちかというとあんまりキャップは狙ってなかったと思います。
もう完全にその前線っていうのがこう B 芸人側かなり引いた位置で守っていったので、しょうがないかなっていうふうには思うその持久具合だったんですけど、途中まではうまくいってたんですよね、この4球が飛ばされるまでは。ただどう考えてもここがガンだと感じたんでしょうね、エミルトダウンは。もうバットチャット部隊かなり回して、この T4 球をともかく最初に落としてしまって、うん、で丘上登らして、でリクザム選手をここから、まあ、ポジション下げさせる、で下げさせることによってここのラッシュをしやすくする、その上で回り込みまで決めてっていう、もうなんか全ての行動がいちいち説明できるぐらいベルトダウンの行動ってなんか統率取れてましたよね、うん、いやーかなりレベル上がってますね、上がってますね、ベルトダウン。なんかねこう B ゲーミングはなんかこのなんだろう、マインズでマウスとか使ってたじゃないですか一時期、はい、それがなんかライト編成になって、そういった意味でなんかはっちゃけてないなっていうひよってしまった感が出てしまったのかなっていう気もしないでもないですけど、どうなんでしょうここの4球が落とされた時点でこの選手はもっと早めに下げてもよかったのかもしれないですね。東のラッシュ来るのはまあここを落とされちゃったらもうここ取られるな、明確なんで。そうですね、されるのはこっちのラッシュかもうこっちのラッシュかも、真ん中はまあのラッシュもありますけど、そうですね、こっちはもうこのバットチャンスで抑えれたんで、ここの戦車は下げてもよかったかもしれないですね。ここの戦車をここの戦車をこっちに回してもよかったかもしれないですね。そうですね、ここに回して、でここに誘発させておいて、ここでこう持久戦をして、ただここ取れると結構厳しいですよね。上を取られてたんで、そうですね、動かせない、うん、難しいところですよね。真ん中も東も取られてた、自走の方に下げはしましたけど、うん、まあ、残ってた方が東側のラッシュが見えたんでよかったのかな難しいところですね、まあ、ちょっとはどうなんでしょう。まあ相手の車両が全然見えてなかったので始まりましたね。はい、そうですね、丘の上の50、51とか全然見えてませんでしたからね。さあ、まあ、保持していましたね、ティア10、スウェーデン戦車、はい、ここでクランバ軍ですか、パスファインダー選手が登場していますが、あーっとイーブンフォール選手が一気に撃破されてしまう、先ほどの一種返しかのような一気の攻め。さあ丘の上をキープしたのはキープした、さあここからだぞ B ゲーニング。そうです、守り方としては似たような形、でも2勝取りに行きます。そうですね、しかし、メルトダウンの動きが早いのが B ゲーミングと違って早々に 1,2 ラインをかなり北上してるんですよね。まあ、それと島の方が1枚少なくて、まあ、東側に2枚いるってことです。そうですね、さあタッキー選手がこれクランバ軍にやられずに、ただこれあんまり通行量取れない、東の方に。あっと見られた、タッキー選手見られた、これ失敗してるのか見に行ったのかちょっとわからないですね。止まったのかちょっとわからないです、うん、さあゆっくりゆっくりと下がっていく。しかしこのポジションからクランバ軍への攻撃って、まあ、当たったところでダメージ、そうですね、ダメージ入らないです、入らないですよ、抜けないですよこれ。グリレーが少し前に上がりました。そうですね、 LT で、これは強制視界を取りに行ったのかな、クランバ軍の。
おそらく見えてたとは思うんですけど、それその後ろにいるバットチャット、バイストーンとラッシュのバットチャット系を見たかったのかなっていうのはあるんですけど、あまり無茶はできないですね。グリデがどこから狙ってるかわからないですから。さあここからどのように動かしていくのか。さあちょっとじっとりとした展開になってしまいましたね。動きがちょっと見られないか。まあ、これは東は諦めて西に行こうというです。うん、タッキー選手がちょっと山登り方面を諦めて、まあ、ただ西は2枚いるのと、そうですね、グリルが前目にいるので、あまりこう時間はかけたくないですけどね。ここで出会うんじゃないですか。ああやっぱ見ましたね。 両者とも見合いましたね。さあ CRI 選手に対してこう有効な射撃ができますでしょうか。ハポネス選手、これね、こう奥にグリレもいるので滅多な動きはできない。狙われてますね。うん、これタッキー選手それを見てまた別のまた山登り方面に行きましたか。もう一回登る。これは使ってはないですよね。見つかってはない。見つからないと思いますよ。これはリクサム選手も、ああ山から降りましたね。やはりもうこれは完全にポジションを移動して、ともかく 1,2 ライン側を取り切っちまおうという動きに見えますね。そうですね、これは西側を取りたい。はい、おそらく 1,2 ライン側に突っ込むのと同時にタッキー選手は山登りに挑戦するんじゃないかな。それで、あ、そうですね、同時に動く、うん、これ削り合ってますか。そうですね、先に落とされてしまったのは、ハポネス選手だったんですけど、1枚は落としきることに成功。さあグリルも発見できたので1発命中、2発命中。このため登りましたね。登ってきますね。登りに行きましたね。あ、ここで中央取り返しに行きます。そうですね、クランバ軍を先頭に急いで戻ってますね。ダブルタイバー DG も急いで ただやっぱりこの選手は頭硬いんで、そうですね、ここでの打ち合いは強いですよね。ただ問題はね、一発一発の間隔が結構長いのと、あとこう結構精度が悪いっていう。ああ、しかし篠崎選手にフォーカスが刺さった。僕もこう実装初日からクランバグ乗ってはいるんですけど、なかなかね。あ、これは中央行けないと踏みます。4球で地味に削った、ね。あーっと、4球で地味に削ったんですけど、逆にね、バッタチャットに2発食らっちゃいましたね。ああ、今、グリレからも食らいましたね。いや、きっちりと縦のライン守ってますね、メルトダウン。これはちょっと攻めるの厳しいか。あーっと、タッキー選手が山登りからグリルを落としていった。あ、これは、中央から押せないので、西を取りたい。か、
か東に登って上の車両から削るか。そうですね。さあどういった動きになるでしょうか。なかなか難しい展開になってまいりました。時間の方が残り2分ということで、ちょっとなんこの攻めきれなそうですよね。まあまあと難しいですね。ちなみにこうこれあれかな、英語本放送だとネルドダン側のチームのチャットとか流れてるかな。こっち側で聞けないのが悲しいですね。聞けるかな。西は島に渡りましたけど、あっとここで T4 選手にフォーカスが入っていく。きっちりとバットチャットが前に出てダメージを取り切りました。あっと50-51が最後ここでリロード、うん、倒しきれませんでしたね。まあこれが50-51の悲しいところですね。さあリロードが先に終わるのは多分50-51だとは思いますが、さあタッキー選手があと40秒、さあ仕留め切ることができるか。なんとか間に合いそうですね。さあ残り1両見つけられるか。急げ急げ、さあタッキー選手急ぐ、タッキー選手急ぐ、残り20秒、ピンクピグ選手、さあバレていないと思いたい、バレていないと思いたい、さあどっちから回り込んでくる。ああこれは逃げ切っちゃう。タッキー選手は北に逃げたと思ってしまった。これは最後まで逃げ切れるか。あっと見つかった、ここで見つかったが、うん、あ時間きっちり逃げ切った。はあちょっと最後ドキドキしましたね。時間的には見つけてさえいれば間に合った時間ではあるんですが、そうですね、南にさえ切ってれば、そうですね、南にこう舵を切ってればあ当てて倒せるヒットポイントではありました。はい、さあといったところでセットカウント1対5ですか。やっぱりこうメルトダウンの完成度がもうなんかシーズン開幕から出来上がっちゃってんじゃないのっていうぐらいの完成度だったのと、あとは B ゲーミングの方の完成度がまだまだなのかなと。以前においては、まあ、はい、はい、どうぞ。最後のは形は悪くなかったと思う、うん、もう少し時間があれば決断、そうですね、ちょっと決断するまで時間がかかってしまったと。もしかしたら新しいチームになったっていうのも影響してるのかもしれないですね、ちょっとだけ。はい、いやー1戦目、はい、1戦目ですか、ちょっと出しましょう。はい、1戦目、ホースマン VS カレンティーガなんですが、セットカウント5-3、はい、5-3ですね。で、ホースマンが勝利いたしました。そして2戦目メルトダウン VS B ゲーミングですが、セットカウント5-1でメルトダウンが勝利いたしました。ちょっと日本勢、そうですね、日本勢2連敗という残念な立ち上がりだったんですが、はい、このシーズン2なんですが、なんと全8チームによる、3回総当たりということで、はい、3月中旬まで、シーズンが行われる予定であります。はい、予定の方はね、ワールドオブタンクスのポータルホームページの方を見ていただくと配信日、載っております。
はい、そして今週、まあ今日からなんですけど、今週からスタートした、シーズン2、はい、なんと毎週金土日なんかこう大事なことなので2回言いましたっていう感じなんですけど、金土日の3日体制で、金曜日は今日のように2試合、そして日曜日はなんと4試合ずつ配信していくことになりますので、皆様よろしく今後ともお付き合いください。はい、もうね、うん、そしてね、時間の方がね、いろいろと変わってます。土曜日日曜日はなんとお昼の3時から配信の方スタートいたします。お昼の3時からおそらく夜の10時ぐらいかな。まあ最初のうちはちょっと伸びちゃうかもしれないですけど、慣れてくれとそんなね、はい、ことにはならないんじゃないかな。はい、僕もね、今日のね試合多分12時ぐらいまでには終わるよみたいな感じで、こう裏側でこうね枠を取るときに話してたりしたので、おおむねその通りになったよね。そうですね。こう3時間で終わるわけはないから、多分4時間だよねみたいな、そんな感じで話しておりました。はい、さあということで、本日から、ノーティーキッズチーム、ノーティーキッズの皆さん、お二方にこう解説として入ってきていただいたんですけど、初日の印象どうですか。僕らですか。そうです。緊張して全然できなかったかなって反省してます。申し訳ないです。いややっぱり自分たちでその試合をやってる時と比べてどうです。試合より緊張します。試合だったら、まあ、その結局7人の中でコミュニケーション取れてればなんとかなっちゃうって。いやー、どっちも緊張しますけどね。コメント、僕は試合の方がまだいいかな。コメントで起きてしてたみたいな、なんかそんなコメントがたくさん流れてましたけど、僕の代名詞が起きてなんです。いやー、まあね、掟のポジションっていうのはマップをよく知ってないとわからないところですからね、こう多分敵が来るであろう方面に向けて視界を置いておくという非常に大切な役割なのでね、掟大事ですよ。皆さんもね、こうこのポジションで掟してると毎試合パトロールデューティー取れますみたいなね、そんな掟のポジションを探ってみるのも悪くないんじゃないでしょうか。まあパトロールデューティーもね、あれもこう奇跡の戦場を引かないとなかなか取れないんですけどね。はい、いやー、ついにねまた再開してしまいましたよ、このセカンドシーズン。はい、というわけで、ね、もう一方、解説の方は、連絡はしてるんですけど、はい、基本的には、この体制、亀さんと、キッド君の体制で解説は行っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、明日3時ですね、3時スタートですので、皆様こうね、お昼ご飯食べてちょっとのんびりしたいなとか、ちょっとこうお昼洗車終わってゆっくりしたいなという時にぜひね見ていただけると嬉しいです。はい、はい、本日はご視聴ありがとうございました。ワールドオブタンクス公式大会、公式リーグ戦 WGL アジアエイペックゴールドシリーズシーズン2、初日、開幕戦の模様をお送りいたしました。実況を担当いたしましたのは戦車おじさんことティーナトリ、そして解説は、はい、シルバーチームノーティーキッズのリーダーやってますキッドです。マジックノーティーキッズのカメです。はい、お二方に、解説に入っていただきました。それでは、また明日お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。